やぴょん、しかぴょん、さとぴょん、夏の最後の一大事です。アマンチュラジオ始まって以来のことが起きてます。エリピョンがいません。なんだと、あーって何今の鳴き声何今の鳴き声、チャがいた、あれドアが閉まっちゃった。あ、いいんですよ、いいんですよ、ガヤガヤした感じのって言ってたのに、あの、こういう感じでわざわざ開けてくれ、そう、熱いなっていう同じで、大丈夫、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、ここはですね、イベント前の松竹さんで今回もラジオを撮っております。まあ、前回じゃないかイベントの時に撮った時は会場で丸の内ピカデリーさんで撮りましたが、前回はね、エリピョンと2人でマトリックスさんでちゃんとしたスタジオで撮っておりましたが、このでも裏側感もね、この臨場感もお伝えしていきたいと思いますよ。はい、ということでどうしましょう。サトピョン、エリピョンがいません。そうですね、なんか心細いですね、散らかす人がいない。なんかそんな感じしますよね。あやぴょんもどうですか？私はなんか役割がちょっと落ち着くから良かったと。あれ？じゃあ前回大変だったんだから、本当にみんなボケの人なんだもんだって。私たちもボケになってます。そうでしたっけ？一番確信半ボケはさとぴょん。それそうですか。そんなクボピョン、クボピョンだって、しかもプレイがすごいですよ。しかピョンは、はい、今回アドバンスでは初のイベントということなので、そうですね、どうですか、エリピョンいませんが。そう、なんかでも目つぶったらエリピョンの声が聞こえる気がするぐらい、エリピョンのキャラが濃くて、いるんじゃないかなって思う。逆に松竹さんに住み着いてる可能性、そうある多分その可能性はね、なきにしもな気がしております。なんかそこをちょっと期待して、はい、今回テコとマスコットと、あ、でもあやぴょんは半分人間、半分マスコットだもんね。私と汎用みたいな、ね、そう、半分人間ですから、という感じになるので、はい、一体どんなことになるのでしょうか。じゃあエリピョンの代わりにあやぴょん、はい、タイトルコールお願いします。では参りましょう。アマンチュラジオアドバンス、こだまとお姫とテコとチャーコモンとサトコモン、そうだ、かわいい。皆様おはようございます。テレビアニメアマンチュアドバンスで大木ふたばを演じますかやの愛です。小日向こだま、お姫を演じます須崎あやです。チャーコモン役、久保ゆりかです。そして、はい、里顧問役の里顧問です。役役だったのか。ということで、アマンチュはですね、天野梢梢先生原作の日常時々ダイビングをテーマとした作品です。あ、これ初めて私言いましたね。いつもこれエリピョンが言うとこだから、多分今日はこれが言えなくて本当に悔しい思いをしてると思います。はい、このアマンチュラジオアドバンスではアマンチュの漫画、アニメ、音楽、イベント、様々なことについて語っていきます。今回はですね、2巻発売記念イベントの直前の楽屋、まあ、先ほどもお話しましたがからお届けしております。なので、なんかゲストトークはイベント内でやりたいとのこと、うん、私たち実はまだあんまりイベントの内容知らないんですよね、朗読劇をやるってことは決めてる、あ、そうだ、それの打ち合わせもこれからやんなきゃだよ。なんなら巻き猫、そうねそうだわ、ほとんど知らないの、巻きでね、でも我々ね、写真見ていただくと分かると思いますが、今回は夏らしく、夏の終わりですから、浴衣で、今回私のわがままでですね、みんなに浴衣をということで、私かやのに浴衣貸してもらっちゃった。かわいいんです、大人だ ね、そう、葉っぱの柄の、これ、あれ葉っぱだよね、葉っぱじゃないかな、お花かな、すごい涼やかな、もうご自身のやつなのに合ってると思う。なんか何柄かちょっと言われたらよくわかんないな、オリーブにも見えるかな、確かに、なんか身にも見えてくる、そうなんだね、すごい涼やかなね、でもちょっと足元にあやっぺの、これちょっとね、あやっぺの私物の、もうね、もうアホの下駄なんですよ。アホのこの柄の下駄を、これは私物なんですごく自慢してるんですけど、いやー、取っといてあげるよ。やばい、やばい、アホのこの下駄が公開されてしまう。
となんだろう、このお姫とちょっと玉を足入ってて、あ、本当にカヨの足ちっちゃいのね、かわいい。そうなのよ、足がね小さくて、ね、しかもそして足動きたのバンコク入れるよ。あ、いやでもね、遠目だからわかんないかも。行くよ、取るよ、はい、はい、チーズ足にハイチーズって言ってもしょうがない。ちょっともう一枚ちょっと一応取っとくよ、はい、はい、チーズ。本当だ、足ちっちゃい、ね、あーいいです ね、 ね、これ足フェチの人写真みたいになってますけど、色とりどりのね、そう、あやっぺはなんかピンクの浴衣を持ってるの、ね、すごい子供みたいなピンクの花柄の浴衣しか持ってなくて、うわさすがにもう味噌汁も超えたしなと思って悩んでいたら、かやのんが貸してくれました。ちょうどよかった、本当にありがたい。確かに、うん、身長感も二人ともバランスがね、うん、同じぐらいだから、ね、よかったよかったと思って、さとこも私物の、はい、これ持ってたんですね。これなんか前回なんか大原さんと、ね、ちなみさんとのイベントの時に、うん、あれアイアイベントですね、そうそう、その時に2人が浴衣着てくるんで、来てこいっていう命令が出たのでイベント当日に買ったやつです。いや当日ですね、すごい速いスピード嫌いだった、一瞬で出てきたよね、うん、里子も、うん、もうこれマジックテープでペッてつける、すごい、そんな感じなの、でも素敵、うんうん、すぐ切れます。見た感じはとても涼しげなんですけど、うん、暑いですか。暑いですねここまで歩いてくるのが相当暑かったんで、あ、ね、今日はですね、す真夏日ということで、うん、37度ぐらい、前は30度なんて言ったら暑いって言ってた、なんか暑いって思ったら37度だもんね、微熱、人間でいう微熱だよ ね、 ね、そう、外はそんな感じですが、はい、我々もね、あ、だいぶなんか夜景もいい感じになってきたんじゃない確かに、松竹さんからね、日も暮れて、ね、イベントの時間も近づいてまいりました、うん、もう今回さっきもお話ししましたが、このメンバーでやる朗読って何やるのみたいなね、うん、そうだよねそうね、ちょっとそのあたりもね楽しみだなと思うんですけど、まあこの後イベント の、 あの中の録音パートもあるので、そちらを楽しんでいただいた後のエンディングはイベント後に撮れるんですもんね。その時にみんなでまた感想なんかをお話ししていけたらと思いますが、はい、アドバンスでシカピョンがやりたいことは何かある？アドバンス初イベントだけれど、アドバンス初イベントで、うんうん、穏やかな時間を過ごしたい、みんなで浴衣だしね、浴衣だしね、そうそうそう、確かにそういう意味ではちょっと確かに今回はエリピョン不在なのはそういうのちょっとその範囲では穏やかじゃないみたいな、そんな気がしますからね、後でクレームくる、そうだよ、ね、でも前回はかなりアグレッシブなイベントだったので、今回はちょっとまた全然違った感じになるんじゃないかなっていう気がね、うん、してる。確かに、でもね、エリピョンからのメッセージが、うん、実はイベント内ではあったりもするので、ちょっとねそこもねぜひ皆さんにも楽しんでもらえればと、だからそこで一回じゃあ、はい、思っておりますということでオープニングは以上です。ではイベントパートをお聞きいただきましょう。どうぞ。続いてこちらの企画に参りましょう。アマンチュラジオアドバンス公開録音パート、おーイエーイ。はい、毎度おなじみルローの番組アマンチュラジオですが、先ほども楽屋で収録してまいりました。そしてね、こちらのイベントも、うん、まあ、コーナーをね、うん、こうやって収録していきたいので、うん、皆さんの声も入ってますから、はい、楽しい時は大いに笑ってくださいね、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで改めて紹介しましょう。くぼちゃんです。くぼちゃんです。チャーコモンのくぼちゃんです。あやちゃんです。はい、あやちゃんです。そして、さとこもんです。はい、さとこもんです。ユニットみたいな。はい、イベントここまでお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。これはね、ラジオに載ってるので、うん、ここにね、いらっしゃらないアマンチュファンの方々もきっとね、聞いてくださっていることでしょう、うん、はい、で振り返り上映会とかもあのイベントやったりしてるんですけど、うん、あの全4回無事にまあ終了したという噂を聞いたのですが、なんか山本愛ちゃんが参加したっていうお話を聞きまして、はい、4回目いかがですか？お酒飲んだんですか？ええ、そうですね。まあ
まあ飲みましたね。あ、行かれた方どれぐらいいらっしゃるんだろう。わあ、いらっしゃるいらっしゃる。あ、失礼しました、その説は大変。どうもね、ありがとうございます。そうそうそう、そんなに飲んだんですか。そうそう、前々回はその音楽演出さんがサプライズでゲストで来て超飲みすぎて今回はクビになりまして。あ、クビになっちゃったんですか。あら、出なかったんですけど、はい、出なかったはずなんだけど喋ってましたけど、コメントの時に。今回は私が伸びすぎまして、あら、最後の挨拶が何言ってるかわからないって言われる。覚えてないんですか。そうですね、覚えてないですね。言わないし覚えてないですね。みんなは覚えてる。でもちゃんと、でも何言ってたかわかんなかったんでしょ。あ、何言ってるかわかんなかった。うん、うおー、ロレスが回ってなかったって、まあ、言うたらそういうやつです。そんな、そういうやつですね。結構伸びましたからね。まあ気持ちはね、伝わりましたよね、うん、はいはい。でも山本さんがいてくれたおかげで、すごいちゃんとしたアニメのイベントみたいな感じになりましたからね。よかった、それはそれは。いなかったらどうなってたかね、あれね。どうだったんですかね。そうそう、だから心ちゃん の一番最初女の子っぽくやった時の心ちゃんとか、うんうん、今やった心ちゃんと、まあ、もし中学生になったらこうってやつと演じ分けてもらって、みんなでおーすげー、アニメのイベントだって。いや、アニメのイベントですよね。でもそれは見たかった。よかったです。ああ、なるほどってなってましたからね。大人ラッキーでしたね、じゃあね、はい。まあそんな感じで全4回本当にお疲れ様でした。まだまだね、でもこちらの方のパッケージのイベントの方はまだありますの です、ね、ぜひね、皆さん今後、まあ、ラジオ聞いてくださってて今回来れなかった方もぜひ来ていただければなと思っております。さて、今回不在のエリピョンから音声メッセージ預かってます。なのでそちらを聞いてみたいと思いますよ。お願いします。今日イベントに出演してる皆さん、そして第2巻発売イベントにお越しくださった皆さん、こんにちは。こんにちは。アマンチュの小日向光役を演じております鈴木です。エリピョンです。なんか私もいる。なんか笑い声が聞こえますね。どうですか皆さん、ねえ、暑いけど元気ですか。いいですね、この並び。浴衣着ちゃって私も着たかったな。さとこも似合ってますね、青いジンベ。ジンベ、いい丈ですね。惜しいですね。いいですね、まあ、実際見てても言いますからね、そのぐらい間違いはね。ジンベというのはいい。そう、かなり盛り上がってると思いますが、バレてる、バレてるよ。くもちゃん、はいはい、私に誕生日プレゼントをくれましたね。くれたね。なんかリップがすごい潤うみたいなものをもらったんですけど、ね、うんうん、なんでリップって言ったの。まだちょっと唇がガビガビです。あ、ガビガビなんだよ。使ってる。聞かないってこと。久保ちゃんが私に実験台としてくれたやつなんで。そうなの、うん、どっちもどっちの話なんですけど。一応結果報告しときます。ありがとう。あやっぺー、はい、3ん、あやっぺー、あやっぺー、なに、あやっぺー、なんなの、怖いよ。かやの3、え、もうおーい。かやのさん、話題はないのか。かわいい。ありがとう。かやのさん、今日もかわいいよ、浴衣で。お大事に。お大事に。で、一緒にいた。一緒にいた、一緒にいた。うん、一緒にいた。さとこもんは、タメ口で。ん、さとこもん、心の距離は、結構、遠い遠いっていつもいじってくれますけど、私のことが嫌いでもアマンチュのことは嫌いにならないでください。以上。ちょ、タイミングだったのかな。今度こそイベントに行きたいと思います。皆さんもこの後イベント楽しんでください。良い夏を。エリピョンでした。はい、というね、心のこもったメッセージを。内容は何もこもってなかった。入ってこなかった。何も内容のない2分半でしたね。うん、とりあえず、さとこもんは青いジンベエが素敵だっていうことと、
久保ちゃんにもらったリップをケアする、うん、リップをケアって言ったっけ言ってた、リップ、唇なんだけどね、普通に言えばいいんだけど、が効かなくてガビガビのままですっていう報告と、あやっぺには私名前呼ばれただけだね。そうですね、うん、ただ、まあ、話すことなかったのかな。そうだね、あやっぺあやっぺと泣いていたことと、まあ、泣き声だったんだまあ褒めてもらって、うん、っていう、あれ、あとは 何が言いたかった、私のことは嫌いでも、うん、あまちのことは嫌いにならないでくださいって言ってました。まあ、それが言いたかったのかな、それが一番言いたかったのか、収録時期がちょっとなんかなんとなく読める感じですね。そうだね、うん、ホットな話題だったのかもしれない ね、 そうだね、当時ね、多分いや当時そんな感じだったのかもしれませんが、でもそれでそういう風に言ったつもりなのかは正直ね、わからないです。確かに急に出てきちゃったのかな、うん、だとしたら変わってるね変わってるねエリピョン、はい、うん、まあでもなかなかやっぱ主人公ですからね、はい、きっとみんなを盛り上げてくれたね、みんなこれエリピョン聞いてるんだからね、うん、そうだよ、これラジオだもん、うん、ほらもっと盛り上がってあ、やばい、今忘れてた、未来の私にこんばんはやの忘れてた、あ、やっぱマストだったんだ、それ、そう、やりますか、やろう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 、やりましょう、ね、じゃあ私が未来の私にこんばんはって言ったら、みんなこんばんはって言ってね返しは普通なんだねそう、OK、いくよ、未来の私にこんばんは、こんばんは、あ、OK ですね、ありがとうございます、ありがとう、みんな立ってくれて、何の時間だったんだこれ気が済んだそう、これちょっともうノルマでね、うん、やってかなきゃね、ノルマはい、ということでですね、エリピョンありがとうございました。そう、ここからはですね、あと久保ちゃんに、はい、やっぱアニメでは人語を全然話していませんのであのやっぱチャコモン語でね、はいはい、おなじみの久保ちゃんに、はい、今日は人語でいっぱい喋ってもらおうかなと思ってるんです。はい、ラジオ人語はい、ラジオ的にもあんまり、うん、ね、あれ、ラジオにはお伺いしたことないかもしれない。そうだよね、うん、なのでラジオの皆さんに、はい、ぜひ、はい、チャコモの演技論をねやめてくれ、語り尽くしていただこうかなと思ってるんですよ。はい、いや、ね、だって大変ですよ、皆さん考えてみてくださいよ。チャで心を表現するってすごく難しいこと、一番演じるので難しいキャラと言っても過言ではございませんやめて、なのでちっとちっちゃい矢にどういう気持ちを込めてるのかぜひ伺いたいなと思います辛いよ、どうですか、やっぱ、あの、ちっとちっちゃい矢にはどういうなんか気持ちの配分でこう心を込めて演じられてるんですかね、ちっと矢の配分なんかちっと矢の配分、うんうん、やっぱチャっていうその短い言葉の中にどういう風にこのチャコモの気持ちを表現しようと考えられてるんですか。同じこと3回聞かれた今言い方変えて同じこと3回言ってきたけど、いや、ちょっとやっぱ伝わらなかったなと思ったのでちょっと2回変えていろんな言い方をしてみたんですけど、結果でも言ってることはチとヤに何がこもってますかって怖いよ怖い、エリピョンと違うタイプの怖さいや、だってここでしかやっぱ聞けないと思ったので、そうですよね、ぜひ、はい、あの、後であやぺにもピについても聞くから、いやいやいや、私前回その洗礼も受けた気がしてたもう受けてたの、多分もう受けてる、いや、絶対エリピョンだったらこう聞いてると思うの、うん、確かに、ちっと嫌の、この間の配分がみたいなこと言ってそうと、うん、これはね、私的にはちょっとエリピョンが今降りてきてるからちょっとぜひ答えていただけたらなと。そうですね、はい、お願いします。わかりました。あの、時と場合にもよるんですけど、はいたまに嫌じゃない時もあるんですね。ほう、ただその嫌じゃない成分が多いと里子音に
あのもうちょっと茶を多めにしてもらっていいですかっていうことをやっぱ言われることが指摘されてしまって、そうなんです。だからやっぱりそれだけ茶と矢には制作の皆さんの中にも非常にこうなんていうんですか、熱い思いがあるんだなっていうのを収録のたびに私自身も気づかされますね。じゃあやっぱ数字では表せられない。そうですね、なかなかパーセンテージというか、まあそうタイミングに合わせなきゃいけないんだなっていうのは、まあ、はい、確かに。しかもやっぱ掛け合いもね、そうなんです、難しいですもんね。非常に難しいですね。なるほど。なかなかそうですね、伝えるって本当に難しいことなんだなって感じてます。ありがとうございます、はい、もうその言葉が聞けて私はもう本望です。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあちょっとお時間的に、うん、ちょっとピの話は今度そうです、もうぜひ今度、ま、じゃあ、はい、今度次の機会に、はい、大丈夫ですか、思いの丈大丈夫大丈夫ですか、大丈夫ですか、うん、ね、じゃあピの話次回よろしくお願いします。次回っていつだよ。はい、いろいろお話ししてきましたが、ラジオはもうほら、まあ、一回エリピョン帰っていただいてね、ちょっと司会モードに戻らせていただきますけれども、はい、どうですか、もういいですか、ピンも話も聞く、え、やめろやめろっつってあ、監督から何か、おい、何、え、あ、チャコモンの演技量について聞いていいですか、こういうことですか、いいんですか。じゃあお時間大丈夫だそうなので、はい、じゃあサトコモンからぜひ地と矢の話を、地と矢の配分は同じ質問当然やっぱり地と矢じゃなきゃダメなわけですよ。逆にシカゴから なんで私にしたのって今聞いちゃえば教えてくれるかもしれない。え、なんで私がチャコモンなのって、おお、聞きますか聞いてきますか、え、大人の事情じゃない、どんな事情？オーディション受けてるから、オーディション。あ、オーディションだったの、チャコモンって。チャコモンオーディションじゃない。私はピカリを受けたんだけど、ピカリを聞いてこいつはチャコモンだって多分なったんだと思う。その時のこと聞きたくない？ああ、意外とそういうのありますか、オーディションでね。本戦じゃないけど、はい、うまく日本語喋れてなかったとかした、いや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 、なんか地と矢しか聞こえねえぞみたいな。なんか全然地と矢しか聞こえない、これチャコモンじゃねえっつって。セリフの中で地と矢ばっかり立って聞こえる、すごい心がこもってんなみたいな、みんな同じ台本読んだはずだけどあれそうだったのかな、うん、そうだったのかも。でも私もピカリ受けてお姫だから、うん、私はうまく日本語喋ってなかったんだろうね。そうだね、そうだね、ピとかプがうまそうだね、立ってたんだろうね、そうだわ、うん、それだね、それうぴょうのピョーがピーに聞こえたんじゃない、そうだ、ね、ピーに聞こえたんじゃない、う、ね、もう声優やめちまい、そんなやつなんか傷をえぐり合うみたいな感じだったもんね。でも佐藤子もよろしいですか、他にもうここぞとばかりに、うん、ぜひ久保ちゃんに何かプライベートなことでもプライベートなことですか、胃は痛いんですか、すごい、私のラジオのタイトルが胃が痛いなんでよくご存知ですね。そうなんですね、はい、ありがとうございます。え、胃が痛いのっていうラジオのタイトルを私が個人でやってるんですけど、うん、なんで知ってんだろう、怖いえ、何が知られてる、はい、胃が来年の3月までは痛いです。え、それで終わるんですか、終わっちゃうんです、終わっちゃうんですか、そうなんです、え、どういうこと、どういうことですか、え、どういうことですか、秋田、秋田とかそういうこと、秋田とかじゃない、え、胃の次はどこが痛いの、胃の次、頭、じゃあ頭が痛い、今なお頭が痛い、頭痛が痛いみたいな、あじゃあ頭が痛いということで進化してくるんですね、はい、そろそろ終わりにしましょうか、よかった、はい、もう、はい、一気にじとっとしたもんはい、ということでこちら、はい、アマンチュラジオアドバンス公開録音パートは以上となります。あの楽屋パートと合わせてですね8月の31日に配信ですので、うん、お楽しみにじゃあラジオの私たちにお返ししまーす、ふぅふぅ、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい。イベントの模様もね、お聞きいただきましたけれども、我々今浴衣から解放されて非常にいい感じです。みんなでお菓子食べて。そうなの。腹ペコだったからね。あれ、そういえばはい受け取りますみたいな受け取り方するんじゃないかと思った。
忘れてた。すごいよく覚えるだね。覚えてた。それだけ言ってあげたかってずっと。テイク2。え？絶対。はーい。現場の茅野でーす。勝手に。いや、絶対になってない。知ってる。長田さんだからね、こういうのね、分かってる、うん。こういうところ使われないよ。そうなの。はい。いやありがとう、くぼちゃん。でも覚えててくれて。よかった。さすがに。よかった。よかったです。もう私の目はそれどころか、もう、みんなが、女性陣がストライプで、外顧問がチェックの服を着てる。なんかね、前開きの、服って、ストライプとかチェックしかあんまり売ってないのかな。シャツなんだろうね。そう、なんか今日は浴衣を着るから、前がね、前開きのものの方がいいなと思って、私も前開きのを着てきたんだけど、まさかのね、全員ストライプ。太さがちょっとずつ違う、違って、さとこもはチェックですね。全部を足したんだ。でもちゃんと前開きですからね。そうそう。みんなね、浴衣を着ることを想定して、素晴らしいですね。はい、まあそんなこんなでイベントも終了ですが、3巻以降もイベントありますのでね、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。ちなみに今日日にちも発表されたんですけど、3巻の発売記念イベントは11月の3日、4巻は12月の15日ということで、ちょっと間が空きますね。だいぶ寒くなってるコロナじゃないかな。ね、今は絶賛暑いですが、37度ぐらいある、はい、あります。猛暑日にやっておりますので。でもこのイベント本当思うんですけど、コスパ最高っていう。最高。2500円ってこんなね、すごい濃密なイベントないよ。しかも今回は朗読劇まであったし、なかなか本当に普通のアニメイベントと同じぐらい濃厚なことやってますよね。すごいなと思って毎回。そして面白いゲームも用意してくださっていて、どうだったの？ショートボブも見れて。そうだ。短くしたからね。いや、宇宙最速だった。最速。宇宙最速ね。私の加減なんだろうね。レアですよ。やっとね、もうこれで日当たりのいいとこ歩いて行けますよ。隠してきたものが本当にありがとうございます、はい。次回の配信日2週間後の9月の14日ということで、あ、そっか、私の誕生日の翌日なんだ。わあ、そっか。そっか。エリピョンもきっと戻ってくるって書いてある。きっと。いや、戻ってきてくれないとね、さすがにちょっと。お誕生日放送一人じゃ寂しいもんね。そうだ、でも、エリピョンの誕生日もしかしたら一人になるかもしれない。エリピョン！あったんだけど、無事ね、二人でちゃんとお祝いできたから、エリピョンもきっと戻ってきてくれ、戻ってきてくれるよねー、どこ見て言ってるのかと思うので、ちょっとね、楽しみにしてたいなと思います。なんかリクエストした方がいいんですか？私、誕生日どうやって祝われたらいいと思う？なんか好きなケーキ言っとくとか。好きなケーキ？誕生日どう祝われたらいいと思うって質問、私初めて聞いた。すごいね。なんか、ない？サプライズ考えて、サプライズ。いや、もうサプライズじゃなくなっちゃう。ね、あれ？新しい、斬新な番組だな。どう祝われたらいい？杉田さんがゲストで来るとかね。杉田さんがプレゼント、うん、杉田さんがプレゼント、杉田さんがプレゼント、何してもらえばいいんだろう。リボンでぐるぐる巻きの杉田さんが夜の公園に来てくれる。プレゼント着ぐるみあるからね。それ大丈夫かな、事務所に OK もらえるのかな。ご本人は多分 OK 出してくれるね。加山さんが言うならってね。本当に現場でじゃあ会った時にお願いします。私の誕生日前に来てもらえませんか？言えないよ。じゃあダイビングスーツで来てもらう。この暑い中。ひどい。漆黒の人形ちょっとね。ああ、そうだね。確かに確かに。素早い動きで私を連れ去ってくださいね。ちょっと面白いそれ。怖くないよ、海の中に私を。怖い。素早い動きで連れ去ってほしいですけど。今日ね、客席から見ててくれた陽子ちゃんも今何か案を出してくれようと、全然面白くなかったからいいや。なんで？なんで？自己解決した。でもその前に考えたことはあるよ。え？スピ
リタス持っていくよ。プレゼント、お酒にする。嘘、お酒、しかもスピリタスって言ってヨコちゃん、耳真っ赤なんだけど大丈夫？めっちゃ赤。すごい。やった、じゃあお酒を持ってきてくれる、うん、酒盛りだ、じゃあいつも通りな感じになるのでもそれは。でも昼収録だったら無理かもね。あ、私がベロベロな状態で次の現場に行ってたね。ラジオだったらいいかな。次もラジオだったらいいじゃん。次もラジオだったらじゃあもちゃんの胃が痛いにその後呼んでくれる。まあでも平気かも。違う番組だから本当。あゆても番組やってナナログだったら平気かも。酔っ払ってても大丈夫。じゃあその日ラジオの日にして、誕生日に人のラジオはしごすんの。はしごラジオやば。で最後は佐藤潤さんが居酒屋を用意しててくれて、行ってコッピーを飲む。それどうかな。じゃあエリピョンにお伝えください。さあどんなことが起こるのか、私も楽しみにしております。そしてね、ここでびっくりな情報です。アマンジュラジオアドバンス第13回目で終了します。祝って終了。はい。あ、そうなの。なんかここにギリギリ祝われて終わりますって書いてあったのが、私ギリギリ呪われて終わりますはってなったんですけど、まさかの13回で終わってしまうということですが、でもね、飲んで飲みまくったら、プラマイゼロ。出た今日の、ね、イベントのコーナーでやりましたけれども、うん、終わるけどプラマイゼロ。そうそう、うんうん、でもまだ会えるからみんなにはね。そうそうね、そう、うん、これで終わりではございません、うん、なので皆さんとの楽しいアマンチュの時間はまだまだ続きますので、応援をよろしくお願いいたします。じゃあ皆さん言い残したことはないですか。ナス。大丈夫。ナス。ナス。ナスですか。大丈夫。大丈夫って。はい。なんだ。めっちゃ面白い。聞いたことない回。じゃあみんなでバイバイかな。あ、じゃあそうしましょうか、うんうん、じゃあ4人揃ってバイバイで終わり。あ、じゃあヨコちゃんもちょっと一緒にバイバイ言ってくださいね。細田さんも司会やったからバイバイ言ってくださいね。じゃあいきますよ、せーの、バイバーイ。アマンチュラジオアドバンス、こだまとお姫とテコとチャーコモンとサトコモンとは夢が丘高校ダイビング部の提供でお送りしました。